大分の野口由美香選手です。まず佐世保に走してみた感じはどうでしょうか。そうですね、私なんか今回は病み上がりだったんですけれども、まあ、感じは悪くはなかったです。ではご自身のコンディション面については問題はなさそうですか。そうですね、足の感じはまあいつも通りでした。ご自身のレース内容に関してはいかがでしょうか。そうですね、まあ、落ち着いて、まあ、いつも通りのレースをすれば大丈夫だと思って、まあ、とにかく落ち着いて走ることはできました。では決勝戦ですが、まずメンバーを見てみていかがですか。そうですね、まあ、決勝戦はみんな強い選手が集まるメンバーなので、まあ、自分も気遅れせずに頑張りたいと思います。では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、いつも応援ありがとうございます。決勝戦でも3着以内か、それか優勝目指して頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。奈良の日野未来選手です。1着3着での勝ち上がりですが、ご自身で振り返ってどうでしょうか。はい、復帰戦だったので、自分でもどんな感じか分からなかったんですけど、しっかり力は出し切れていると思います。でも本調子ではないと思ってます。昨日は特にですね、ちょっと雨が降っていたり風が吹いていたりというのがあったんですが、そこは気になりませんでしたか。もうバンクコンディションも気にならないぐらい先頭で必死にもがいたので、3着という結果だったんですけど、走りやすいとは思ってます。ではもう佐世保との相性はバッチリですかね。はい、前も決勝に乗れているので相性はいいと思ってます。では決勝戦ですが、まずメンバーをご覧になってみていかがでしょうか。はい、みんな位置取りも追走もできる選手で、特に野口さんは自力で強いと思ってるんで、しっかり意識して走りたいと思います。では決勝に向けて一言お願いいたします。はい、昨日はちょっと人気に応えられなかったんですけど、皆さんの100円を背負って頑張って走るので応援してくれたら嬉しいです。愛媛の佐伯千恵選手です。まずこの2日間を走ってみた感じはどうですか。2日間シャバンと展開に恵まれました。ご自身のコンディション面についてはどうでしょうか。いつも通りだと思います。では決勝戦ですが、まずメンバーをご覧になってみてどう印象に残りましたか。みんな動ける方が多いので、しっかり流れに乗れるようにしたいなって思います。ここ佐世保バンクとの相性っていうのはどうでしょうか。すごくバンク綺麗で走りやすかったです。特に雨や風っていうところは気にはなりませんでしたか。そうですね。では最後にファンの皆様にもう一言お願いします。はい、社会に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。愛知の留め紗恵美選手です。この2日間を走ってみていかがですか。そうですね、なんとかシャバンを生かせたかなとは思います。ご自身のコンディション面についてはどうでしょうか。そうですね、今回はあまり自力は出せていないんですけど、調子は悪くないと思います。ではまず決勝戦ですが、メンバーをご覧になってみてどうですか。そうですね、結構強い方が多くて不安ですけど、全力で力を出し切れるように頑張ります。では決勝に向けて何か課題などはありますか。そうですね、ちょっと位置取りなどがあんまりうまくできないので、しっかりとできるようにしたいです。では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。いつも応援ありがとうございます。決勝戦も全力で頑張るので応援よろしくお願いします。地元長崎の高尾君香選手です。復帰戦がここ地元になりましたけども、お気持ち的にはどうでしょうか。3割増しで緊張してたんですけど、なんとか決勝を決めれたんで、決勝も頑張れるようにしたいです。昨日は特にバックの前からまくって2着まで伸びましたけど、組み立てなどはどう考えてましたか。初日がそれでダメだったんで、2日目は改善しようとして、なんとかなったんで良かったです。雨走路っていうところは気になりませんでしたか。全く前が見えませんでしたそうだったんですね。では決勝戦はどのように戦っていきましょう。はい、いつも通り臨機応変にしっかり動いていけるように頑張ります。では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、連日応援ありがとうございます。復帰戦で心配だったんですけど、なんとか決勝を決めれて、決勝でもしっかり力を出せるように頑張ります。応援よろしくお願いします。いい？本当？これ持った方がいい？全部持ちましょう。全部？1個でいい。結局今のあ、それ
しかもそれ。これ上に持ってきた本が映るよ。なんで。ね、落ち着きやろ。やばいやん。なんか同期でしたね。同期。そうかそうか。素晴らしい素晴らしい。沖縄の加藤舞選手です。2日間とも自力でのレースになりましたが、組み立てはどう考えていらっしゃいましたか？今回は自分で行けるところから行こうと思ってたので良かったかなと思います。ではその2日間走ってみて、ご自身のコンディションについてはどうでしょうか？2日目が7番手まで引いてまくりだったのでちょっときつかったんですけど、それでも3着まで行けたので足の調子自体はいいかなと思います。昨日は特にですね、ちょっと風があったんですけど、そこは気になりましたか？あまり気にならなかったです。はい。ここ佐世保バンクとの相性っていうのはいかがでしょうか？結構いいかと思います。はい。では決勝戦どのように戦っていきましょう？積極的に攻めるレースで頑張ります。では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。いつも応援ありがとうございます。今日の決勝戦も積極的に頑張ります。応援よろしくお願いします。山口の国村みるり選手です。2着4着での勝ち上がりですが、ご自身で振り返ってみていかがでしょうか？そうですね、悪くはないと思います。レース内容に関してはご自身でどう感じてますか？そうですね、ちょっとまだまだ動けてない部分があるので、ちょっとそこは修正していきたいと思います。準決勝戦はしっかりジャンから動いていってましたけど、そこに関してもまだまだですかね？そうですね、ちょっと止まってしまった部分があるんで、そこをちょっと決勝ではどうにかしたいと思います。修正して。はい、そうですね、はい。特にちょっと昨日はですね、バンクコンディションがあんまり良くなかったんですけど、そこは気になりませんでした？そうですね、走ってる最中はそんな気にはならなかったですね。あまり重さとかもなく。はい、そんな、でもちょっともうゴール前足がいっぱいなところはありましたけど。そうですね。では決勝戦は外枠7番車からとなりますけれども、どのように組み立てていきますか？そうですね、ちょっともう位置が悪いんで、自分で位置取って自在に走ろうと思います。では最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、夜遅い中応援ありがとうございます。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。